タバスコ、タバスコ、タバスコ、タバスコソースは、メキシコタバスコ州原産の木立唐辛子の一品種、チレタバスコ、タバスコペッパーを使った辛味調味料である。アメリカ合衆国ルイジアナ州エブリー島に本社を置く、マキルヘニー社の創業者が1865年に考案し、現在も同社が商標権を持つ、日本における商標登録番号は、 第10万201号ほか、全6件アメリカの調味料である。赤色をした製品が多く、ピリッとした刺激的な辛さと酸味が特徴で、世界各国でホットソースの定番製品とされている。調味料として各種料理に使用される。製造を開始した1868年以来、エイブリー島内で飲み作られ、基本的な製法は変わっていない。 原材料は、唐辛子、タバスコペッパー、辛さは、約5万スコビル、岩塩、ビネガー、穀物酢。製法は、まず丸ごとすりつぶした、タバスコペッパーを、オークソン、ナラソンに詰め、蓋をした後に塩をかぶせる。やがて発酵した液体が蓋状に浸出し、塩が固まりたるが密封される。そのまま、約3年間熟成させた後、酢を加えて、 辛さを4000スコビルほどに薄め、さらに最大1ヶ月間ほど寝かせて完成される。日本では卓上調味料としてピザ、スパゲティやパスタに用いられることが多い。洋食を提供する大衆食堂にも置かれていることがある。和食への利用は少ないが、マキルヘニー社は多様な日本食に用途を広げるプロモーションを展開している。 アメリカ合衆国における主な使用法は、ステーキソースやバーベキューソース、マヨネーズなどの調味料の風味付け、あるいはブランティマリーの味付けなどである。また、アメリカ軍の正式形態量食であるマーにも封入されていることがあり、容器としてミニチュア瓶内紙樹脂パックが用いられている。元来タバスコはアメリカで、カキ、オイスターのために作られたソースという説もあるが、 カキはそれよりも前から食用にされており、タバスコの発明がカキの消費に貢献したという記録はない。なお、ヨーロッパではタバスコは醤油と同じく輸入調味料であり、使用頻度は醤油と同程度である。マキルヘニー社の創業者は、ルイジアナ州ニューオーリンズで銀行化をしていたメリーランド州出身のエドモンド、マキルヘニー。 1815年生 -1890 年没である。スコットランド人とアイルランド人の血を引く、ヒゲを蓄えた美食家だったと言われている。南北戦争の頃、エドモンドはメキシコのタバスコ州から帰還した南軍兵士フレンド・グリーソンと考えられているから唐辛子、タバスコペッパーの種を入手したとされる。1862年にニューオーリンズが 北軍によって陥落したため、マキルヘニー一家は岩塩の産地として有名だった妻の実家のあるエブリー島へと移り住み、そこで唐辛子の種をまいたという。ところが南軍に塩を供給していた関係で北軍の攻撃にさらされることになり、さらにテキサス州へと逃れた。終戦後の1865年に島へ戻ってきた時、 すっかり荒れ果てていた土地に一株のタバスコペッパーが生えているのを見つける。エドモンド・マキルヘニーはタバスコペッパーの果実を取って潰し、出てきた汁に上流図と塩を混ぜたとされる。それから三年後の1868年、このソースを香水の空き瓶に詰め、卸売業者を通じて350本売った。その時の香水の瓶は今日のタバスコソースの瓶の形に受け継がれている。 1870年に彼は自ら考案したタバスコソースの製法を特許登録した。現在では全世界100カ国以上で販売されている。タバスコが最初に日本に入ってきたのは第二次世界大戦後の1940年代と言われる。その後、喫茶店やレストランなどに置かれるようになり、一般にも認知される。 プロレスラーのアントニオイノキが経営していたアントントレーディング社が1970年代に代理店契約を結び日本人にその味を定着させた。なおチョキは初代タイガーマスク佐山サ,サトシと共に CM 出演の経験がある。現在オリジナルのタバスコペッパーソースの他に多くのバリエーションがある。チポトレ、ハバネロ、ハラペーニョを材料としたグリーンペッパー。 スイートスパイシー、ガーリックといった様々なフレーバーのものや、ステーキソースからキャンディに至る非常に多彩な商品展開が行われている。グリーンペッパー、タバスコ以外は原材料にタバスコペッパーを含む。日本独自の商品としては、ショーダ醤油がタバスコ味の醤油やケチャップなどを製造を販売している。都市部の輸入食品店では、 各種のタバスコが販売されており、非常に辛く作られたタバスコは、他社のホットソースと同様に、面白商品として扱われている。主にパーティーやプレゼントで、罰ゲームのために購入するものが多いが、辛いもの好きな人は調味料として愛用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。